これはやばいわ。こんにちは、クレイジーハネムーンの力也です。あゆみです。今ね、何度も お伝えしているように、セネガルにね、プチ移住中なんですけども、このね、アパート実はね、めちゃくちゃコスパいいんだけど、ネットが超遅いんですよ。やばいよね。やばい。24kbps だったりとか、まあ日本の多分1000分の1ぐらいのスピードでめちゃくちゃ遅いんで、今からWi-Fi が速いと噂のちょっとおしゃれカフェに行ってこようと思います。なんかフランス人がね、経営してるんですよね。なんて店だっけ？ラユカフェ。ラユカフェ？ラユカフェ。っていうね、おしゃれカフェがあるみたいなんで、そこに今からネットを使いにね、行ってこようと思います。行ってきます。はい、じゃあまずはね、タクシーを捕まえて、タクシーで進んでいこうと思います。バイバイ。来た。うん。あ、いい感じじゃん。これは確かにネット期待できるわ。こっちじゃね？はい、ラユカフェやってきました。お、結構空いてる意外と。あ、超ヨーロピアンな感じ。あ、ここでいいや。めっちゃいいやん。届きました。はい、なんかね、サンドイッチみたいなのを頼んだはずが、ちょっと見た目パニーニ、パニーニだね、これ。そうで、こっちは鶏チキンです。で、こっちはね、ハムかな。あ、そうだな。ハムも美味しそう、厚みがあって。ああ、で、すごい今すぐ食べたいんですけど、お腹減ってるから。あのね、熱くてね、あんまり。そう、値段はこんな薄くて、なんと3000円。たっけー。高い。つまり600円でしょ。マジで高いな。高い。だってローカル食堂3回行けるぜ。いただきます。スタバ、ドトールぐらい。スタバ。あ、いいね。なんかね、懐かしい。ちゃんとしたもの食べてるって感じ。ああ、なるほどね。全然、確かにスタバとかに出てきておかしくないぐらいのクオリティ。いいや。野菜もたくさん入ってるし。はい、いただきます。こんなん、チーズが入ってるだけでも超嬉しいわ。ハムって言ったよね、ベーコン感。いいね。うまい。もっと。いいね、いいね。あ、音を聞いた音。この AMSDR？ ASMR じゃない。もう一回やる？聞こえない。むしろ下品な音しか聞こえないと思う。なんか、ローカルのサンドイッチもね、十分美味しいんだけど、やっぱこの、やばいわ、品が違うね、質が違うね。うん、最高。でも600円高いわ。高い。多分日本でもこれなら600円もしない。しない、しない。行って499円とかさ、ドトールとかあったらもう500円ぐらいとかで出してそうなやつ。600円、しかもセネガルで。ドトールより高いってやばい。高いよこれ、絶対高いと思う。でもうまい。でもネットが思ったよりちょっと遅いから、コスパで言うと微妙だな。まあまあ、良いでしょう。はい、ということで、ラユカフェ行ってまいりました。
何時間滞在したんだ俺らは。本当に6時間7時間くらい、6時間7時間滞在させていただきました。6時間7時間滞在して2本動画ダメだね。もうほんと大変。あ、オーシャンじゃん。オーシャン行く？オーシャンの方が安いからね。いやー大変だった本当に。あ、でもオーシャンさ、ロッカー入れなきゃいけないのかな。ないんだよなあれ。いやー大変だった。とりあえずオーシャンっていうスーパーを見つけたんで今から入っていこうと思います。懐かれた本当。マジで頑張った。まあでもいいんじゃん、コーヒーのお供は必要だよ。コーヒーたくさんある。うん、一緒。オッケー。はい、ホームタウンにたどり着きました。どうぞ、あゆさん。何エビって。日本のエビですか。はい、ねえ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 、キャラブ。締めくくりは、いつものエビです。ベトナムの人がやってるお店ですね、はい、家で晩酌しよう、今日も。そう、美味しいのかな。めっちゃくちゃですね。ラセタン。ラセチャイナ。ノーノー、ジャパン、ジャパン。ジャパン。いや。あ、いやいや。ラセ。ベトナム。ベトナム。ドロンタキコでバーオレ。It's Sebon, Sebon. Sebon, Sebon. Very good. Nah, nah, nah. Yeah, just a bit. You speak English better than him. Yeah, yeah, much better. Yes, I pray. When you go, come back, you try, you cook it. Good. 今ね、お店に春巻き2個、エビ4個買ったら、メッシー、メッシー、僕。Thank you、メッシー。おまけでね、春巻きを2個追加してくれた。めっちゃ優しい。値段そのまま。めっちゃ優しい。超安い。まあね、何回か来てるからっていうのもあるんだろうけど。いやなんかね、ほんと優しい。昨日も食べたね、春巻き。ああ、そうだ。おまけしてくれた。そうだ、昨日の姉ちゃんも。結構なんかおまけ精神があるのかな。春巻きはおまけするっていうルールがあるの。春巻きだったらいいよ、みたいな。ああ、疲れたね、今日は。疲れたね。で、何してるんですか今は、つまみを作ってます。出た出た出た。意外と力也さんに好評のオムレツ。あのうまいやつ出た。最初はね、うん、結構なんか、そんなの作るのみたいな感じだったけど、食べたらどうですか。酒のつまみね。このね、キッチンは火がね、火が弱いんだよな。あと調理器具とかも全然お皿とかもほんと取れてないし、ないからね、結構芋で多分油吸われてるから、オリーブオイルします。で、ここに俺らオリーブオイル協会に多大なる貢献をしてるだろうな。何本買ってさ、何本没収されたか。本当だよね。没収というか忘れちゃった。いきまーす。はい、行こう。このね、やっこう、そう、絶対うまいやつ。今日はもうつまみと酒だね。そうなの。そういう風にしよう。最高。昨日もだったけどね、うん、いいよいいよ。昨日から。はい、ゴールド。黒だけどゴールド。飲む？まだ今。せーの。
やばっ。うー、あ、いいね、うまそう。今までで本当に。はい、ということで今日の締めくくりはあゆみさん特製のじゃがいもオムレツです。じゃがいもオムレツと、どっかのビール、どこだろう、どっかオランダかどっかのビールで乾杯したいと思います。はい、いただきます。いやマジで今日疲れた。長かったね。結局7時間ぐらい壁引いたからさ、本当にロケが OK いただきましたよ。頑張った。もうでも溜まってることがいろいろできたから超嬉しい。うん、よし、食べよう食べよう。先ほどの芋おつまみが一瞬にしてなくなりベトナムの兄ちゃんがやってる生春巻きと揚げ春巻きと、うん、あゆみさん大好きなエビ、うん、揚げエビ、ソースもね、ソースが当たり前んだよね、ついてきてね、辛いのからいろいろあって美味しいんだよ。うん、これは辛いのが好き。これ辛いタレです。うん、はい、締めは韓国風ラーメンです。韓国風っていうか韓国ラーメン、韓国ラーメンだと思う。これがね、美味しいんだよね。麺だよな、これがマジで辛くて酒の締めに最高だね。